はい、どうも、こんにちは、こんばんは。そして、はじめまして、ヒロでございます。しばらくの間、実況プレイもしないまま、ストーリーを進めちゃってましたね。気づけばもう、多分次のミッションで、最後のミッションになるんじゃないかなと思いますね。カリスマたち全員とバトルして勝利をする。とりあえず今のところ他のカリスマの人たちと勝負をしてクリアしていろんな人の車持つようにはできるようになりました。ケンブロックのマスタング、そして中井さんのポルシェ、そして諸星さんの、ランボルギーニ、そしてあともう一人誰だったかな、ポルシェの277のやつ。名前が思い出せねー まあそのイベントをやってもういろいろやっても最後の最後まで来たってわけなんですよね。ではやっていきたいと思います。最後っていうか、最後っていうか まあ最後のミッションになるのかな、本当これ。がもうカリスマ、もう登場人物プラスカリスマたちでバトルをするっていう感じですね。ちなみになんかメッセージ来てるけど。私いつも言ってるよね、仲間と走るほど楽しいことはないって。賛成だが、まだ話していないことがあるはずだ。剣が漏らしたの？じゃあ話すわ。最後に一レースする。私たち6人とケン、マグナス、リスキーデビル、中井さん、そして諸星さんもよ。諸星さんって言ったか？スパイク、あんた時々神出鬼没ね。でかしたロビン、よく実現したな。みんな行くぞ。だそうです。したら最後の最後バトルやっていきますか。多分集中して喋んない時はあるけど。お、俺の大好きな曲、クラップトラック。いきます。お、すげえ。12台、総勢12台のレース。やべえな。白熱するで。ちなみに車はもうフルチューンしてあります。1200馬力ってな。コースの長さは32キロ。また随分長いけど、まあ仕方ないか。総勢12人で戦うレースなんだし、そのくらい距離もあっても当然か。いやー、しかし本当もう最後の最後でやらかさないことを、自分はやらかしちゃったしね、早速。何が最後の最後でやらかさないのように。お、マグナスウォーカー。そうだよ、最後マグナスウォーカーが頭によぎったんだ。そうだ、そうだ、名前忘れて、あれどうしようかなと思った。これはもうやっぱりね、実況プレイをしないと話にならないからね、最後のミッション。しかもこんだけ長い距離なのに、あ、やばいね、ケンブロック。8、9、10、11、12。まあ確かに4人のカリスマだな。ここから山道に入る。結構楽しめそうな感じのレースだよ、これ。
70キロの超長いコースか。ドイツのミルブルクリンクよりもかなりも凶暴というかな。残り25分か。25分じゃない、残り25分。ああ、やらかしちゃった。よし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 。さあ、絶対にやらかさないように注意しないと。ああ、飛んだ、すげえ。すげえ飛んだ。なんだ今の。なんだ今の。浮遊したぞ、なんか今。なんか今面白いことになったぞ。お、ロビンが後ろに来てる。あれ、そういえばケンブロックに行かれたってこと。まあ残り22キロもあるんだ。どっかで抜き返せるチャンスがあると俺は信じたいが。しかしなんで今飛んだんだろう。あのところジャンピングスポットあったかな。かなり飛んだぞ今。あ、やべ、ミスったかもしれない。やべえ、なまら難しい。どうしよう。お、さらに俺の俺好みの曲が流れてんじゃないの。これはもっと頑張るしかないよね。バカ野郎、なんかいたし、しかもぶつかったし。待った、4位って俺何があった。あら、ロビンちゃん、 あなた寝てたんだ。お、中井さん、ご無沙汰してます中井さん。いや、またか。やばいよこのレースは。中井さん、ごめんね、ぶつかっちゃった、てへっつってか。マグナスウォーカーもいて、あと1台、これは誰だ、これはだ、エイミーだ、エイミーだ。おお、エイミーが1になってる、すげえ。エイミー抜かさせてもらうぜと思ったら抜かしてもらえないみたいな、なんということでしょう。よっしゃ、抜いた、よし抜いた、よし抜いた。さあ、ニトロで一気にスピードアップ。あとは直線か。いやー、でもな、この最高速いきなり、ね、あー、やっぱりそうなっちゃう。いやー、うわ、すげえ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 。何があった、何があった。いやいやいや、あ、警察来ちゃった。いやー、ちくちゃ。せめていい曲くらいは聴かせてほしかったな。また事故ったし。いやー、今のは俺がミスった。いやー、畜生、ミスったな。横向いちゃったもんな。横ってカメラのアングルじゃないよ、自分自身が横向いちゃったから。あれでもおかしいな。残り7台はどこ行った。おかしいな、残り7台はどこ行ったの。携帯のメールが。はい、中井さん、ごめんね。てか、あれ、諸星さんがいないよ、そういえば。諸星さん、もしかして結構後ろに行っちゃってる。そういうパターン、嘘ー嘘ー。
おう、すり抜け。やばい、これはちょっとやばいよ。あっという間に車ボロボロになっちゃったな。お、F4T が走った。まあこのスピードだったらさすがに警察も手を焼くまい。怖いよ怖いよ、このスピードで、このスピードで曲がるんだったら結構怖いよ。俺どうする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 、どうしようもねえよバーカ野郎つってな。分かり道を曲がる、曲がってブレーキブレーキしてブレーキして一気にこう、あーダメだった。お、さらに俺の大好きだな、大好きだな。どうする、いけるか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 。ここでブーストなんだけれども、あんまりスピード乗せすぎると逆にあれなんだけど、この速度でいったらさすがにちょっとマップをチラチラ見ないとあれだよ。マップをチラチラ見てやんないとさすがにきついところがある。ああこれもしかしたらこれ危ねえ。さすがにもうゴール地点が近いと思う。さすがに俺もちょっと気は抜けないよ。すげえ。お、ゴールだ。よっしゃー、勝ったぜー。はぁ、最後の最後でやった。オッケー。かなりレベル上がったな。いや最高だったぜ。さあみんなクラブに戻ろうぜ。はあ、そしたら、そしたら、もう時間も近くなってきてるので、これにて実況を終わりたいと思います。最後の最後のミッションだったけど楽しかったです。ではまた会いましょう。以上ヒロでした。